いつ倒れるとも知れない危うさ。高台の直径は7センチ、厚さはわずか3ミリ。器に緊張感のあるフォルムを追い求め、不安定の安定の世界を生み出しました。陶芸家正村久樹さんの代表作「字の鉢」です。なんか倒れそうで怖いっていうと か, なんか壊しそうっていうそういう恐怖感みたいなのですね、そういうのをこう皆さんからこう言われて、言われるんですけど、私も自分で作っておきながらそういう恐怖感みたいなのを感じるんですよ。私が、磁器という素材から感じるものを不安定な形だったりっていうのにこう私が置き換えて表現したっていうことですね。正村さんは伝統の町有田に生まれました。22歳で焼き物の道を歩み始めて12年、先人に学びながらも自分らしさとは何かと自問を続けてきました。重さ 7.5 キロの土を30センチほどの高さまで引き上げていきます。内側からゆっくりと広げていきます。水分を含みすぎていると倒れてしまいます。土の乾きを確かめながら時間をかけて広げていきます。土とせめぎ合いながら正村さんは倒れない限界の角度を探り当てていきます。正村さんはよく自転車で街に出ます。自然が織りなす形や街行く人の姿に触れたいからです。いつも訪れるダムもその時々で装いを変えていきます。何気ない水際のラインにも刺激を受けます。やっぱりラインは気になりますね。大きなうねりだったらそこでなんかこう優雅な感じも感じるし、こうギザギザしてるだったらなんかその辺にこう緊張感も感じるし、あとまあ光によってこう水辺がこうキラキラ、その風とかでそのキラキラするラインも変わってくるんですよね。そのラインが面白くてここでこうじーっと見てたりとかよくしますけどね。ダム湖の水際を映し出したのでしょうか。柔らかなラインが器全体を包み込んでいます。
着物を身にまとった人の美しい立ち姿。正村さんは日常の風景の中から柔らかさと緊張の両極のイメージを導き出しているのです。削りです。削りすぎると器が割れてしまいます。削りが甘いと緊張感が出ません。どこでよしとするのか、妥協のない見極めが自分自身に求められます。この日、正村さんは福岡に住む板野さんのお宅を訪ねました。板野さん夫婦は3年前に有田で正村さんの器に出会いました。建築デザインをしている板野さんはその形と優しい白の地肌の器に惹かれました。器はもちろんあって、あ、いいなと思ったんですけど、正村さんも言ったから、あ、なんかあの人が作ったんだと思うと、なんかすごくね、うん、なんか、あ、もう初めて行ったんで、あ、その作った方がいるんだっていうのもなんかびっくりして。大きい枠で捉えたら白じゃないですか。白の器っていう括りになっちゃうかもしれないですけど、全部違うんですよね。和食はもちろん合うし、なんか洋食でも本当中華でも何でも合うんですよ。だからで形もこういろいろあるからすごく、本当に使いやすいですね。なんかこう励みになりますね。こうやって楽しんでもらってるんだなってのをこう直接見れて、はい、なんか嬉しいですね。素焼きした器にハケで白の釉薬を塗ります。部分的に塗ることで器の表面に趣の違う白を浮かび上がらせます。白といってもただ一色ではなくて、白っていう幅ってのがいっぱいあるんですよね。その白の中で刻んだら種類って無限にあるんですよね。だからその中のいろんな白にこだわってるっていうのが多分合ってると思います。柔らかさと緊張が溶け合った作品。極限まで削られた薄く鋭い口。水辺に反射する光をイメージした優しい釉薬のライン。研ぎ澄まされた感覚が生み出した自裁鉢。正村さんは身の回りの風景を体の中に取り込みながら、これからも土に挑み続けます。